第二次大戦時の機雷原型海戦の一石、スパーブリッカー131機雷原型海戦は、第一次、第二次の両世界大戦において、ドイツ海軍が使用した総海艦艇の一種である。第一次、第二次の両世界大戦においては、両陣営とも構成的機雷不設作戦を実施し、相手陣営の使用航路や使用港湾周辺に機雷不設を行った。 不設された側も、それを察知すれば、直ちに掃海作業を行うが、掃海しきれない嫌いや不設を察知されなかった嫌いの存在は避けられず、外洋に面していて侵入されやすい航路や、港湾ほどその危険は高かった。このため、ドイツ海軍は、徴用した商船に、所用の海藻を施して、危険水域通過時の感染の航路警戒、先導に使用した。この船舶が、 機雷原型海戦である。第一次世界大戦においては、約30隻の小船が、機雷原型海戦として徴用された。第二次世界大戦では、5000トン級の船舶を、中心に100隻を超える、数の機雷原型海戦が投入され、艦隊や輸送船団の航路警戒、船動を行い、対戦後期には、U ボートの出撃、飛行時の扇動、護衛に従事した。 第二次世界大戦時の機雷原型回線は、食雷に備えて戦士を強化し、乗員の防護装備や戦争への浮力材重点を施したほか、強力な対空火器や粗速気球を搭載し、先導される艦船や港湾の防空任務も兼ねた。機雷処分のため、原外電路を戦隊磁力を強めるように通電させたり、発音機を装備したりして、 感王機雷の作動を促進させた。このため任務は危険を伴い、第二次世界大戦で使用された機雷原型回線は半数ほどが失われた。残存した船舶の一部は戦後は商船に復帰した。ありがとうございます。